はい、占い師のゆりかです。本日は宿妖占星術についてお話ししていきたいと思います。宿妖占星術とはですね、月、お月様のですね、満ち欠け、こう、新月になって、それが満月になって、また新月になっていくという満ち欠けをですね、27もしくは28分類にして、27宿もしくは28宿のですね、それぞれの星、お月様の満ち欠けでその人を占うというあの占いの方法になっております。もともとはですね、その月の満ち欠けのカレンダーとしてインドで発祥したものだと言われてまして、そしてそれでですね、私が採用しているのは27宿になるんですけど、まあ、月の満ち欠けってどこで、まあ、この時の月とこの時の月、この時の月っていうのが、まあ、27でも28でも分類でもできるんですけど、中国の方だとですね、28宿で見るようなそういう戦術の流派もあります。で、もともとインドの27宿っていうものをが発祥となってまして、私もそれを採用しております。水晶玉子さんもですね、27宿の占いとなっております。で、ホロスコープでも言われるんですけど、まあ、太陽の位置配置、まあ、自分がおぎゃーと生まれた瞬間のですね、太陽の配置ってその人が、まあ、どう見られやすいかとか、外面というかね、外見、外見の自分だったりを太陽の位置っていうのを表すんですけれども、まあ、宿妖、そのお月様の位置ですね、ホロスコープで見てもお月様の位置って自分の内面、自分しか知らないその自分というものの内面を表すですね、ものが月の配置で見れますよと言われてまして、なので、宿妖占星術はですね、まあ、外から見たあなたというよりは自分自身が思っている自分自身というのがすごく当たると思われやすいですね。なので、四柱推命とか太陽の位置ですけど、宿妖占星術はお月様の位置という感じ、ホロスコープでも太陽の位置とかお月様の位置見るようにですね、まあ、こういうものを使って内面の自分っていうのを、ちょっと見ていったらいいかなと思います。余談ですけど、生命判断もですね、外覚と内覚というのがあって、外から見たあなた、内面の本当の自分とか言って分けてこう見たりもするので、四柱推命もそうですけど、転換通変性は外から見たあなた、増換通変性は、内面の本当の自分みたいな感じでですね、で宿妖占星術はその内面のご自身をよくよく当ててくれるので、すごい、わあ、なんでこんなところまでっていうのが実感できると思います。はい、でもともと密教の一つと言われてましてね、その大っぴらにしないようなですね、秘密の流派というか戦術というか、でそういうものをですね、戦国時代とかにその軍師の戦術サポートされるようなものとして宿妖教っていうの、あとすごく相性が当たると言われてまして、その武将同士のですね、相性なんかが分かっちゃうとですね、どういうふうに攻めたらいいかなんかも分かっちゃうので、その敵にですね、生年月日を知られてはいけないという感じで、まあ嘘のね、生年月日を教えるとかだったら惑わしていいかもしれないんですけれども、まあそういうふうに言われてたと言われてますということでですね、まあ、あとはその人の隣の何ていうんですか、適性分野とかも分かるの で配置とかですね、まあ、そういう人材配置だったりとか、そういうものにも使えると言われています。はい、で、宿妖はものすごく、ね、相性占いにすごく適しておりまして、もちろん性格とか適色とか恋愛傾向とか全部当たるんですけれども、相性が特に当たると言われてます。で6つの相性というのがありまして、命の相性は同じ者同士の宿ですね。で似た者同士なので気が合うということでですね、なんか同じ考えてるようなやつとか、ね、価値観とか考え方の傾向とかがすごく似ている。でなんか鏡を見ているような感じなので、自分の悪い部分もですね、相手に見えたりもします。なので100点満点いい相性というわけではないんですね。やっぱちょっと似た者同士なので気が合う、でもそれ以上の発展性もないし、まあちょっと自分の悪いところも相手に見るような感じ、はい、似た者同士が、まあ集まったところで新しい考えとか発想って生まれないので、まあ、ちょっと異質なもの同士がこう化学変化してボーンともうパワーアップするみたいなのが本当に最強のいい相性とするならば、命の相性はまあそこそこ50点ぐらいかなというニュアンスでいいかなと思います。でこれですね、この業態っていうのがですね、一番素晴らしいソウルメイトの関係と言われてまして、前世からの何か因縁があるような関係性ですね。27種類にまず
分けるというふうに、月の満ち欠けで分けるというふうに言いましたが、27種類中ですね、業態の関係は2人しか、まあ、自分から見て、2つ の, あの星しかですね、いませんので、まあ、なかなか出会えないような感じですね。業態の関係、フィーリングがバッチリ合うし、まあ、結びつきも強いし、なんかこう、一緒にいて、なんていうんですかね、自然と協力が体制ができたりとか、刺激し合えるみたいな、まあ、そういうものがあるんでしょうね。で、A 心の関係はお互いの性質が支えあり、まあ、その漢字のごとくですね、栄えると親しいなので、繁栄と親愛が生まれる。これもすごくいいですね。業態の次に A 心の関係がとってもいい相性となっております。で、有水、これ、水という字はですね、あまり良くないんじゃないかなというふうにパッと見で思いますけれども、これはすごくいい相性で、精神的な結びつき、友情、愛情に満ち溢れるということで、これもとってもいいんですね。まあ、ただ、その業態詩に比べるとそこまでではないですけど、お友達としてなんかこう、いい意味で空気みたいな感じですね。そんなに気にならないというか、邪魔してこないし、なんかこう、なあなあな関係になりやすいので、ちょっとビジネスだとですね、なんかお友達感覚になっちゃって、まあいいよとかっていう風になっちゃって、こう、なあなあっていう感じで流れていっちゃうので、ビジネスだとあまり良くないとかっていう風にも言われます。なんか許しちゃったりとかして、なんかお互いにミスしたりとかしても、なんかお友達みたいな感じで、まあいっかっていう風になりやすいので、ビジネスではちょっと不向きかなとかって言われます。ね、で、こちらですね、安海の関係。こちらがですね、ちょっと、まあ、悪いというか、まあ、壊れるという字もありますので、一触即発と感じるような、ちょっと危うい関係ですね。まあ、でも、上手に付き合えば高め合えるということで、安海のカップルとかですね、いっぱいいるんですね、本当は。なんですけれども、その付き合い方っていうのの距離感とかがですね、すごく難しいかなと思います。なんかちょっと異質な感じがする、分かり合えないとかっていうのもあるんですけど、うまく使えばですね、お互いのないものを補完し合えるという関係なので、お互いの関わり方っていうのを考えていけば大丈夫な関係ですね。で、あと、規制の関係。こちら、新たな見方とかで見解、ね、気づかされて刺激的ということで、こちらはですね、すごくビジネスではめちゃくちゃいいと言われてますね。逆にお友達同士にはちょっと慣れないですね。なんか全く何考えてるんだか分かんないんだけど刺激的という感じなので、会うたんびになんか、そういうこと考えてるんだとか、お話しするたんびにちょっとびっくりさせられる。だからこそビジネスではとっても刺激的でいい関係性になりやすいですよ。ただ一緒に暮らすんだとちょっときついかなっていう感じですね。ただこれ今まで話してきたものですね、すべて先天的な相性、まあ、おぎはと生まれた瞬間の生年月日、時間で見れる、そもそもの私とあなたの相性関係とかなのでですね、後天的にこの人生、努力したり行動したりいっぱいしてますので、まあ、変えていくことができますね。たとえ安海の相性でも、なんかちょっと気が合わないけど、こういうふうにありがとうとかいっぱい言ってみようとか、大好きだよって伝えてみようとか、まあ、ちょっと考え方が違うから役割分担して協力してみようとかですね、いつもありがとうねとか、大好きだよとか、ここやってくれるとかって、後天的にいろいろ声掛けをしていけばですね、相性が悪いから絶対ダメだっていうわけではなくて、まあ、変えていけるもの、関係性で作っていけるものなので、まあ、その相性が悪いんだ、どうせダメだとかいうわけじゃなくて、後天的に努力し、行動によってですね、変わっていけるものなので、全然これは、私、好きな人と安海だからどうしようとか、悩む必要はないですね。まあ、自分でそれを理解して、どう使っていこうかなとか、どう声がけしておこうかな、どういうふうに、まあ、行動して相手に、こうね、よく、尽くしていこうかなとか、相手に動いてもらおうかなっていうのを、自分が考えれば、はい、いいだけなので、そんなに気にしないように、まあ、した方がいいですね、悪くて。逆にですね、いい関係でもですね、やっぱ気に、相手のことは気遣わないといけないですよね。まあ、9割 気が合う、フィーリングがある、90% ぐらいはですね、もう自然体でいてうまくいっちゃう場合、それって残りの 10% 合わない部分がすごい気になったりするんですよね。私とあなたはすごく分かり合える。もう、すごくいい親友だよねとか、前世からのソウルメイトだよねっていう関係性で、何でも私の気持ち分かるでしょってなっちゃうと、まあ人間なので、9割は分かっても1割はね、
分かり合えないところが、それがすごく気になる。なんでここまで分かってくれるの、ここは分かってくれないの、なんでここまでは私たちすごいいい関係がここがダメなのっていうのをすごく気にしちゃうと、そのせっかくのいい相性でもですね、喧嘩が大きくなっちゃって、まあ、壊れてしまったりとかする場合もありますので、まあ、どっちがいいかっていうよりは、まあ、どっちもですね、やっぱり大好きな人を気遣っていったりとか、声掛けしたりとか、いいコミュニケーションを作ったりとか、そういうものは絶対に必要なんですけどね。まあ、ただ先天的な、あくまで占いでの統計としてこういう関係性がありますよっていうことは、こちらの6つの相性で、まあ、くくりとしてですね、グループ分けではすることができます。それは知っておいた方が活かせますし、知らないでなんだろうなんだろうって思うよりは、あ、こういう関係なのね、じゃあこうしてみようっていうふうに使い勝手だと思います。で、あとはですね、宿用の特徴として3つの距離感っていうのがあります。相性にですね、それぞれ距離があるんですね。近距離、中距離、遠距離という感じで、自分と相手の距離がどれくらい離れているかっていうので、まあ、それでですね、またその対処法っていうのがありますよね。まあ、近距離、A 心のですね、近距離だったらもう最高に結びつきとかが、親愛、まあ、繁栄っていう感じで結びつきやすいし、生まれやすいしっていうのがあったりしますね。まあ、その距離感にもよってですね、相手との関係性っていうのを深く見ていくことができます。はい。でですね、こういうふうな宿を用いて相性占いってすごく面白いので、ぜひぜひレッスンに来てみてください。お話ね、この人とはですね、どういうふうに対応していったらいいのか、コミュニケーションを取っていったらいいのか、この人はどういうふうなことをされたら嬉しいのかな、どういうことをされたら嫌がるのかな、まあ、自分とは違う、ね、性質のものなので、そういうものを理解した上でですね、あ、こういうことを褒められるとこの人は嬉しいんだなとか、あ、こういうものを求めているんだなとかですね、分かってあげられると喧嘩も少なくなるし、まあ、なんかこう結びつきとかもですね、コミュニケーションとかうまく作れて、大好きな人とですね、いい関係を作っていけると思いますので、ぜひぜひ一緒に頑張って勉強していきましょう。はい、ありがとうございます。失礼いたします。